皆様からいただいたビジネスに関するご質問に原田英子がお答えする回を設けましたそして今回は「第50回 DX が生み出すものとは」と「第53回の社長の右腕を外せ」のコメント欄に寄せられた「 この二つのご質問にお答えします。第五十回に春ル片岡さんからこういう質問がありました。原田さんと同世代の経営者は DX に抵抗感がある方が多いと思うのですが、そういった同世代の方々と原田さんの IT ディテラシーの差は何から来ているのでしょうか。あのね、どっから話していいかわかんないですけど、私はね。 過去のキャリア考えた時にやっぱり上司に恵まれたな世の中に恵まれたなと思うのはやっぱりエンジニアから始まって営業の世界に生かされて B2B もやったし B2C もやってアップル入ったらもうああいう本当にマスマーケティングも経験してそして外食産業も行って教育も介護もまあこういったグローバル異業種いろんな職種経験させてもらったこれはもう本当に私は感謝してます。で特ににねやっっぱり社長になっても コンピュータ会社の社長外食産業の社長介護教育の社長ってやったわけですよねこういったね経営者の人材の流動性っていうのはアメリカでは当たり前なんですののののあトトトッッッププにビスケットのナビススケナコのトップが IBM の社長来たじゃない,ですか IBM というのはインターナショナルビジネスマシーンの略です。とかナビスコの会長が来た時はインターナショナルビスケットマシーンって揶揄するぐらいだったんですがああいうものはアメリカでは当たり前なんですよ。 若い人の人材の流動性ありますけど経営者の流動性がない銀行に入った人は一生銀行飲食店はずっと飲食店アパレルはずっとアパレルこれは日本でしょってことは自分のの業界以外のこと分からないんですよで私はたまたまそういう経験してるんでマクドナルドに入った瞬間に「なんだこのチラシはなんだディスカウントクーポンを新聞折り込みでやってんのこんなの携帯に U、e、クーポン入れいろ早いじゃないか」って言って。 NTT ドコモと交渉してて合弁作っっすすぐやったんですねこれは2004年だから18年前ですよ今は当たり前あの時に私はマスコミに聞かれたんですよ「なんで原さんこんなことできるんですか?」いや外食産業の他の会社の社長でデジタル分かる人がいないんでうちは有利ですっていうまあ冗談言ったことありますけどやっぱりね経営者って一番やっぱり考えなきゃいけないのはこれ英語で「サイロ」って言うんですけど縦割り。 縦割りののの業界の中だだけ思思考ではダメだとといいまます転職しろと言いませんやっぱり異業種交流会をするとか異業種の中でやっぱりコラボレーションをするとかこういったことを若いうちからやっぱり考える時代ですからそういう経験をしてほしいっていうのが一つね。じゃあ今のの経営者がダメな時どうするのもう簡単じゃないですか今の社長はデジタルリタラシーがないデジタルトランスフォーメーションでどんなビジネスができるかわからない。 そうなると一つは自分でちゃんと真面目に勉強するまたは若い人に仕事を任せるもう一つはトップが変わるもうこれぐらいしか選択ないんじゃないですかと思いますありがとうございます次の質問いいですか、はい、第五十三回のジョージ・ワロスさんから優秀な右腕たるブロッカーが下を育てようとするモチベーションやインセンティブへの働きかけをする発想はないのかな ただ見つけたら切るだけあ、いい質問ですね私あの右腕は外せ右腕はブロッカーだこれはちょっとあの説明不足で誤解を与えたかもしれないんでもうちょっと丁寧に説明させてください決して社長の優秀な右腕は全部無条件に切れなんてことは言ったつもりはありません優秀な人ほど自分がいい仕事をするんだけど部下にいい仕事をさせようとか部下を伸ばそうという意識が足りない人がたくさんいるんです 特に社長の右腕っていうのはめちゃ優秀だから社長に向かって自分が一生懸命いい仕事をするだけど社長さんよく見てください自分の右腕がその下を育てているかどうかよく見ないと育っていかないと将来困るよ後継者はできないよまたは優秀な社員は去っていくよという意味ですじゃあどうしたらいいかっていうことなんですがなぜ後継者を育てないかという前に社長が後継者をちゃんと作るのがあなた方の仕事だよと。 いいいいうことを言っってない会社がいっぱいあるんですよで私の経験でいくとですね全ての管理職以上は3年以内に自分の仕事を後継してもらう後付けしてもらえる人材を3年以内に3人作りなさいっていうのは全員のゴールだったんですね。でこれはボーナスの評価にもつながるということですからまずはあの社長がね後継者を作りなさいっていうことをまずしっかりと伝える。それででも自分のエゴで 育てようという意思がないとか育てることはできないというのはそこのマネージャーをそれからどうするかを社長が対応せんでいかということですちょっと聞いてもいいですかじゃあその社長が右腕を有能だから自分の後継者にしようと思っても、うん、この後継者の従いなかったら、うん、これは後継者に足りえないということですかできないですよできないそうですそうですよ、ね、そういうことです例えばね、誰でも知ってるある有名なグローバルで活躍した プロののサッカーーアスリートその方が少年サッカーースクールを何軸もやってるわけですよその人は結構ねサッカープレーヤーの割にビジネスにめっちゃ興味持ってる人でね「フランチャイズのビジネスを教えてくれ」って言われてもうそこのマネージメント群全部お呼びしてフランチャイズのセミナー私ボランティアでやったこともありますしそしたらその方がね「その少年サッカースクールのコーチがなかなか育たないとどうしたらいいだろうか」って相談を受けていろいろ話聞いたんです。 で結論から言うと私はトップのコーチをキレって言ったんですよそしたらその方がサッカープレーヤーがびっくりしてショック受けて帰ったんですけどしばらくして私にでもまた来て原田さん言う通りコーーーチのトップリーダーを外したらみんな育っとっですやっぱりね一人一人の能力じゃなくてチームのパフォーマンスをどう上げていくかっていうのが経営なんで一人伸ばすために後の人間の成長を犠牲にするこれやっちゃいけないんだよね。そういういことはよくあります 優秀なやつがいるとですねこいつが育てないだけじゃなくてよくあるパターンはこの優秀な人に他の人が全部大が立てていいアドバイスをもらったらその通りしかやらないっていう集団になってくる自分で考えないこの優秀な人の全ての正解を聞いた方が早いからそれで育たないっていうケースも私も経験してます。いかかがでしたか次回は 第45回東大卒だけでの組織はダメのご質問にお答えしますビジネスに関するご質問がある方はコメント欄にお書きくださいこのチャンネルで原田さんがお答えします